県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は182.6円と前の週から0.1円値下がりしました石油情報センターによりますと今月13日現在の県内のレギュラーガソリン平均小売価格は1リットルあたり182.6円で前の週から0.1円値下がりしました全国では 長野県、鹿児島県に次いで、三番目の高さとなっています。ハイオクも、前の週から、零点一円値下がりし、百九十三点六円。軽油も同じく、零点一円値下がりし、百六十五点二円。灯油十八リットルあたりの店頭小売価格は、前の週と横ばいの、二千三十六円となりました。石油情報センターでは。 来週の見通しについて小幅な値上がりを予想しています。